はい、K です。今回は森友哉オリックス入り有力説に物申すということで、まあ今シーズン FA 権を取得して、まあ今オフ移籍するのかどうかってところ注目されている森友哉選手、まあ現在はオリックスへの移籍が有力なのではないかといったのが、まあいろんな記事だったりとか、まあ解説者の意見の方で多いです。なので、まあ今回はそのオリックス移籍説についてと、まあそのことについてちょっと物申していきたいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、まずですね、まあオリックス入りが噂されている森友哉ということで話していくんですけれども、まあ森友哉選手なんですけれども、オリックスへ移籍するのではないかといった話が、まあいろんなところから出てきているんですね。まあそれが、まあどうしてなのかってところを話していくと、またですね、新たな情報1個入ったんで、そのことをまず話していくと、ライオンズの元編成担当が今福良 GM、 オリックスの福良 GM の補佐役にいるというのが、これは新たに情報で入ってきました。まあそういった部分もあって、森選手とこうつながりが多分強いのかな、わかんないですけれども、そういうコネクションがあって、まあオリックスで、まあ森選手も行くのではないか、でまあオリックスの方も森選手を狙っているんじゃないかっていうのがあって、まあ結構相思相愛じゃないですけど、またさらにこう新たに噂のこう信憑性を上げるような情報が新たに出てきたんですよね。まあこれがね、正直東京スポーツの記事になるので、まあどれだけ本当かどうかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、まあおそらくですね、まあこれが本当だとしたら、まあ確かにね、結構オリックス入りの移籍の可能性としては高いと言えるのかなっていうふうには思います。あとはですね、やはり森選手、まあ出身が大阪ということで、まあオリックス大阪のチーム、地元にありますし、まあ小学生時代はオリックスジュニアに所属していたところで、まあ小学生からオリックスとのそのつながりもあるというところなんですよね。あとはですね、まあこれはいろんなところで言われてるところであるんですけれども、森選手ね、人気球団には行きたくないだったりとか、人気球団合わないのではないかっていう話が結構出ています。であとはですね、まあ各種マスコミだったりとか、まあ解説者の方だったりとか、まあファンの方の中でも、まあ森選手がオリックス入りを噂するっていうのが、まあいろんなところから出てきているっていうのがあって、まあ森選手移籍先はオリックスなのではないかということが言われています。でまあこんな感じで森友哉選手オリックス移籍説がいろんなところが出てきているわけなんですけれども、まあ今回はね、ちょっとそのことについて僕の方から話していきたいかなと思います。まあいろんなところからオリックス入りが移籍される森友哉選手なんですけれども、まあ冷静に考えてみて、まずですね、本人はまだ何も言っていないんですね。はい、なのでこのことについてしっかり話していきたいと思うんですけれども、まあいろんなところからやはりこう噂はされています。まあ大森選手が大阪出身だったりとか、まあそういったね、いろんな記事が出たりとかしていて、まあすごい森選手オリックス行くんじゃないか。まああとオリックスの方がね、森選手を獲得調査しているっていう話も出ているので、まあそういった部分からね、本当にもう森選手もオリックスで決まりみたいな形になっているんですけれども、まあしっかりとね、こう報道された部分に関しては、森選手、オリックスが森選手を獲得調査しているっていうことだけであって、本人はですね、まあこのことについてはまだ何も言っていないんですよね。まあ当然ですよね、まだこうシーズンもしっかり終わってないし、オリックス自体もね、まだこう日本シリーズ出るということでシーズンが続いています。で、FA の交渉とかもまだまだこう始まっていないので、まあ本人はね、FA についてはまだしっかりと考えたいみたいな形で、全然ね、こう移籍先とかについては全く触れてないんですよね。それなのにもかかわらずですね、結構まあファンの方だったりとか、解説者の方、まあメディアがかなりこう森選手について騒いでいるというのがあって、まあちょっとですね、これ過剰なんじゃないかなっていうふうに僕自身も最近感じてはきました。まあ例えばですね、いろんな球団がまあ森選手と交渉を始めました、まあ獲得調査始めましたってなって、まあシーズンも全部終わって、じゃあ本格的に FA の動き始まりましたってなった時に、まあ森選手ここに移籍するんじゃないかとか、まあここに移籍することがもう有力ですみたいなこう話が出てくるのはまだまだわかるんですよね。まあそれは結構過去にもあったんじゃないかなっていうふうに思っていて、それならまだわかるんですけれども、今回に関してはまだね、日本シリーズだったりとかクライマックスシリーズ終わったばっかりでシーズン続いているのにもかかわらず、森選手の移籍先はどこだとかっていう話がまあいろんなとこが出てくるんですよね。まあこれはね、ちょっとなかなか過去にない例なんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ浅村選手がこう FA になった時だってシーズン中はね、ここまで話は全然出てきてなかったですよね。まあ最終的にはね、おそらくタンパリングをして楽天に行ったってことになってるんですけれども、まあそれも別にシーズン中にね、何も話は出てきてないし、シーズン終わってからまあ実際に浅村選手が FA 権使えますってことを言って、いろんな球団からこう交渉を始めて話は出てたと思うんですよね。なのでこんだけね、こう周りが騒いでる例っていうのが過去にないので、まあちょっとですね、ライオンズは結構ね、やっぱり移籍する選手が多いっていうのがありますよね。まあ過去の経験から言っても、まあそういった経緯があって、まあ結構ライオンズだからいいんじゃないかってことで、まあ周りが結構好き放題言ってるんじゃないかなっていう風に僕はちょっと感じてしまっている部分があります。まあなんならね、森選手以外はもうたくさん FA の選手っているんですけれども、
まあ、今シーズンライオンズの選手以外を含めてですね、本当にたくさんの選手が FA 権行使するのではないかというふうに言われている中で、まあ、その選手たちに関しては別にね、移籍先はどうこうなんて話は、ね、一切出てきてないんですよね。はい、まあ、どっかね、獲得調査した程度の報道は出てるんですけれども、まあ、ここにも行くことが有力とか間違いないみたいな、そういった情報に関してはほとんど全く出てきていません。なのに今森選手だけがね、これだけ出てきているっていうところが、まあ、それだけね、今年のオフ森選手が注目される選手っていうのはわかるんですけれども、まあ、ちょっとね、今回過剰すぎるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、実際のところはやっぱりまだオリックス自体もシーズン日本シリーズこれから戦えますし、まあ、そういうのが全部終わって、まあ、しっかりとこう FA の交渉期間に入ってからがやはりこう本番になると思うし、まあ、本人もやはり移籍先とかについて言及するのはやはりそこになってくると思うので、まあ、そもそも本人がまず宣言するのかどうか、権利を使うのかどうかっていうところもわからないですし、まあ、そこからね、どのチームに移籍するかなんていうのはまたその次の段階の話なんですよね。なのでやはりですね、まずはしっかりと日本シリーズが終わって、まあ、本人がどうするかどうか、まあ、本人の口からどうなるのかってところが一番大事になってくると思うので、まあ、今はね、ちょっとこうやはり騒ぎすぎなんじゃないかなっていう風に、まあ、特に僕自身ライオンズファンだし、やっぱ森選手に残ってほしいって思いが強いだけに、まあ、そう思ってしまいますよね。まあ、結局はね、やはりこう本人がどうするかどうか、シーズン終わってからが、全てになってくるので、まあ、今おそらくライオンズと交渉を進めているとは思うんですけれども、まあ、やはりこう本人がどうするのかってところを一番注目してぜひ見ていただけたらなという風に思っています。はい、まあ、僕自身はもちろん残留を願っているので、まあ、可能性的には、ね、確かにそんなに高くはないというふうに僕も思っています。まあ、ライオンズやはりこう資金力ってところは他球団に劣る部分があるので、まあ、毎回毎回FAの時はね、本当に残る可能性なんて高くないと僕も思っています。まあ、ただですね、そんな中でも近年はね、数年残ってくれてる選手もいるし、まあ、いい傾向にある部分はあるんじゃないかなっていうふうにも思っているので、まあ、わずかな望みは持っているので、まあ、ぜひですね、森選手の残留ところを願って今後も森選手の動向を見ていきたいと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。